96号ではパスレコの右のタイヤを接続するためのパーツを組み立てます。今回付属するパーツです。最初にパーツ03の黒いブロックの側面の両端の穴にパーツ04の青ピンの短い方を2本それぞれ差し込みます。次にその青ピンにもう一つ黒いブロックの側面側をはめ込みます。次に組み立てたブロックの中央の穴にパーツ01のシャフトを差し込みます。次に93号でスモールモーターに取り付けたギアと噛み合うようにしてパーツ02のギアをはめ、組み立てたパーツのシャフトを差し込みます。この時差し込んだパーツの黒いブロックが水平になるようにして、それぞれの角度を合わせて差し込みます。これで96号の作業は終了です。